ご視聴いただいている皆様、こんにちは。旅行会社トラベルスタンダードジャパンです。今回の動画では、また新たにリーダー陣を2名お呼びいたしまして、今世界で猛威を振るっている海外でのコロナウイルスの状況について語っていただきます。2020年3月25日現在で、トラベルスタンダードジャパンはコロナウイルスの影響とどのように向かい合っているのか、あとは皆様のその旅行会社って実際今どんな状況なのっていうところもお答えいただければと思います。ではまず最初に簡単に自己紹介をそれぞれお願いいたします。こんにちは、トラベルスタンダードジャパンの中川です。ビーチ方面の予約のリーダーをしておりまして、主な取り扱いの方面としては、フィリピン、インドネシア、バリ、ハワイ、グアム、ニューカレドニアなどを扱っています。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。こんにちは、トラベルスタンダードジャパン神谷です。アジア方面の、予約のリーダーをやらせていただいております。主な取扱い方面といたしましては、シンガポール、ベトナム、タイ、あと台湾、香港だったりをメインにやらせていただいております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ですけれども、最初の質問、今フィリピンに関しては、ツアーの方の再開っていうのを、4月の、14日まで中止しています。で、3月の22日から、ビザの、免除っていうのもなくなりましたし、ビザの、発給っていうのも一時的に停止しているので、実質的に、外国から、フィリピンに渡航ができなくなっているような状況ですね。で、他の国でもやっぱ同じように制限がかかってきてしまっていて、で、インドネシア、バリに関しては、事前にビザが必要になったっていうことで、弊社の方では3月31日まで、ツアー再開中止。ハワイに関しても、現地に着いたら14日間の隔離処置が必要ということで、現在のところだと、4月30日まで、ツアー再開中止で、ニューカレドニアに関しても同じように、14日間の隔離措置っていうのが必要なので、東京の出発に関しては5月3日まで、関西は、フライトの運航がもう6月30日まで、全て欠航が決まってしまってるんで、6月30日まで、中止っていう感じですね。で、グアムに関しては、ビザが必要とかそういうのとかっていうのはないんですけれど、コロナではないっていう証明書が必要なので、なかなかそういったものを手に入れることが難しいっていう現状を鑑みて、4月の14日まで、ツアーの再開中止っていうふうにしています。はい、アジアの方面ではどのような状況でしょうか。そうですね、アジアの方でもアジアはビーチみたいに細かく分けていなくて、もう大体4月20日までのツアーに関してはもう全方面再開中止という形にさせていただいてまして、で、一応国によって対応異なってくるんで、なんとも言えないんですけれども、現段階も日本人が入国できないっていうところで、ほとんどのツアーは再開中止になっているような状況です。アジア、中国から出てきたっていうことがあるんで、アジアの方がやっぱり初めに影響を受けて、1月の下旬、20何日ぐらいだよね。そうですね。そこら辺で、お客様から、コロナウイルスについてっていう連絡が、来るようになってきた感じ、ね。正直そんなに1月下旬の段階ではあまり警戒してなかったというか、そんなにここまでになると思ってなかったんで、ちょっとキャンセル出てきたなぐらいの感じでしたね、下旬のところでは。やっぱ時期が春節のところだったから、それでやっぱり一気に広がっちゃうっていうところはやっぱり心配してたのと、あとはね、2、3月が学生の春休みの卒業旅行だったり、家族の旅行だったりっていうふうに、旅行者が多い時期だから、そこら辺の影響はすごい受けましたね。なるほどなるほど。アジア方面でその入国制限が出てきたっていうのは大体いつ頃くらいでしょうか。3月12日にその WHO でパンデミックの宣言があってから一気に来たような感じですね。そうなんです。
3月13日からフィリピンもマニラを封鎖するっていう風な形で、うん、ドゥテルテ大統領が宣言をしたんで、うんうんうん、でその翌週から、まあ、ビーチ方面グアムだったりハワイだったり、そうですね、そうですね、まあ、ニューカレも含めていろんなのが入国の制限が出てきた感じ、アジアも一緒、ね、一緒ですね。だその16日が月曜日とかだったの、そう月曜日だ、その週が本当にもう1日ずつ国が潰れていくような感じでしたね。本当そうでしたね、毎日更新されてる状況でしたよね。そしたら今って行ける方面というかまだ入国できる都市国っていうのはアジア方面でありますか？アジア、カンボジア、そうですね、カンボジアはまだ日本人に対して、うん、入国規制とかっていうのは、まあ、かかっていない状況、まあ、一時その入国規制2日間ぐらい入ったんですけれども、まあ、それも別に日本人対象っていうわけではなくて、まあ、中国人だったりまたヨーロッパの方面の方に対しての規制がありましたね、まあ、現段階でもその規制は続いてるんですけど、まあ、まだ日本人っていうところは大丈夫だと思うんですけど、やっぱりフライトが現にもうつながらない状況ではあるんで、まあ、行けるには国には入れるんですけど、本当乗り継ぎ地とかもしっかり考えてインフォメーションしていかなければ結局入国できないとかっていうのも出てきてしまうと思うんで、まあ、そこは慎重に案内の方はさせていただきます。ビーチ方面はいかがですか？道だと、まあ、あのさっきもちょっと話しましたけど、インドネシア、まあ、バリがビザを取ることができれば、うん、まあ、入国できるし、うん、まあ、あの隔離処置とかもないので行けるんですけれど、うん、はい、ただあのビザが今この時期に取れるのかっていうのがすごいあの難しくて、まあ、大使館なんかに連絡しても全然電話がつながらないんで、実際取れるかどうかがわからないっていうようなところなんですけれど、うん、そうですね、初期の段階では、まあ、先ほどもありましたけど、ここまで正直広がるっていうところは、まあ、あんまり考えてなかったといいますか、ここまで広がるとは本当思ってなかったんで、日程変更とかお客さんやっぱ心配なお客様いっぱいいらっしゃったんで、まあ、先に伸ばして、本来であればチャージ手数料とかっていうのがかかるんだったんですけれど、まあ、そこら辺免除して、まあ、先の日程でどうですかとかっていうような対応、まあ、航空会社とかが対応する前にやってたよね。そうですね。そこは多分他社でもやってなかったところだと思うんで、まあ、行って打ててたのかなとは思うんですけど、まあ、現段階こうなってしまった状況で、まあ、一応2、3月出発のお客様、まあ、4月以降にっていう話で最初は進めてたんですけど、まあ、結局4月もこういう状況になってしまってるんで、まあ、ちょっと予想が少し甘かったのかなっていうのは、うん、反省だね、反省の点ですね、うん、はい、なるほど。他社ではなかなかその電話がつながりにくいっていうところも伺ったりしたんですけど、うん、トラベルスタンダードジャパンではそういうつながりにくいっていうところはあったりしますか？まあ、全部が全部本当に 100% 取れてたかっていうところはあるかもしれないですけど、まあスタッフの方本当に、みんな頑張って電話の方も真摯に対応してたし、まあ今回取り消しになっちゃったけどまたぜひ次回使いたいっていう風な声も多くいただいてたりんで、なんで対応に関しては結構できてたかな。そうですね、まあ、メールとかの対応もその日来たメールはその日中にしっかりと対応できたと思いますんで、まあ、そこの点も比べて他所と比べてはまあ良かったかなと思いますね。あと聞くのは航空券とかのオンラインのサイトのお客さんとかはもう連絡するところが分からなくて困っちゃうみたいなのは、ね、うん、聞きますね、うん、そこら辺はやっぱり旅行会社通して予約してるっていうところの、まあ、メリットっていうのをお客さん今回その件でも認識してもらったかなっていうところはあるかなと思いますね。そうですね、まあ、現に航空会社とかもすごいつながりにくい状況っていうのは、まあ、こっちからかけてももちろんあり得る、まあ、ある状況なんですけど、やっぱりそこは、ね、しっかり担当の営業担当だったりっていうところを密に接してるんで、まあ、最新の情報を得ながらしっかりお客様に対して、まあ、そのアナウンスインフォメーションはできてたのかなと思いますね。では最後になるんですけれども、
まあ、今回せっかくの旅行行けなかったっていう人たくさんいらっしゃると思います。でいつまた行こうかなって予約考えてる方もいらっしゃると思います。でそういった方に向けて、まあ、何かメッセージというかコメントがあればそれぞれいただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、やっぱりもう今、まあ、緊急事態といいますかこのような状況っていうのは本当に誰も、ね、予想できなかった状況だと思うんですけど、やっぱり 2,3 月、まあ、4月も含めてその旅行を楽しみにしてた人たちっていっぱいいると思うんですけど、やっぱり、まあ、弊社としても今あるところでなんとかやっていくしかないのかなというところで、まあ、お客様に対しては最新の情報を発信していって、で結局いつ収束するのかっていうのも現段階では本当にもう誰にもわからない状況だと思いますので、やっぱり今4月までツアーは不再行という形で止まってしまってますけど、まあ、5月以降、まあ、どうなるのかっていうところも含めてそのお客様にしっかりとした情報を提供して、でやっぱりここが収束した段階で、まあ、2,3 月行けなかったお客様にもぜひ参加していただけるような対応を、まあ、今後も続けていければなと思っております。まあ、いつ終わるか分かりませんが一日でも早い収束をまあ願っております。でまた弊社でご予約いただける際は全力でサポートさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。まあ、今このような状況なんですけれど、本当に早く収束を願っています。で実は私も、家族と3月にセブンに行く予定があったんですけれど、まあ、行けなくなってしまったっていうのがありまして、でやっぱ旅行っていうのは、まあ、非現実味わうっていうような、まあ、本当に形のないもので思い出として残ったり、その人それぞれに、楽しみ方、いろいろあると思うんですよね。でそれが今できないっていう状況は本当に皆さんにとっても大変悲しいことだと思うんですけれど、これが落ち着いてみんながまた、旅行に行けるような時になれば、私どもの方でも、楽しい企画ツアーを、用意して皆さんに提供できればと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。では本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。